凍ったよ。あ、本当ですか。凍った凍った、うん、だいぶ凍ったね。まあ体重減ったけど大きく見えるよ前よりは。はい、うんと凍ったよね。今何キロなんですか体重は。今日朝が 57.50 とかでしたね。何キロから始めたんですか。67から始めたんで。じゃあ10キロか。10キロぐらいですね。さすがやね。やっぱ落とすのは落とすね。あ、落ちたっすね。まだ落とすんですか。もうちょっとまだ脂肪乗ってるかなと思うので、いけるとこまでは行きたいなっていうところで。もう塗るんですかね。もうこれ塗るしかないですね。もう焼かないでいいかもしれないですね。はい、ちょっと下焼きとかは先やってはいるんですけど、うん、やっぱ負けて、まあ、時間がないからね、はい、まあ出場者名簿出とったからですね。はい、まあでも変わったよ変わったよ、まあ、ちょっとまあ確かに変わった変わった変わった、うん、やっぱり痩せるね、痩せるといいよね。やっぱこう、うん、見えてくるとモチベーションにはなります。そうやっぱりね、変わるね、やっぱりね、はい、やっぱ絞った方がでかく見えるけんね。そうですね、体積は減るけどね。絞れない人がいるのも事実やけんね、はい、それから考えるといいですよねっていう感じで、比較ではないですけどね。まあどうです、楽しいですか。今は結構楽しいですよ。楽しい。ただやっぱ前回の動画とかも自分で見せてもらって、こう背中とかこうごちゃってなってたんで、ポーズがね、ポーズがちょっとやっぱ今回も撮ったけど、やっぱ左右ちょっとね、はい、あれがそれで修正できそうな気がするんですけどね。霞ヶ丘でやってるんでしょ。はい、楽しい。あ、今結構楽しいです。楽しけりゃいいよね、はい、楽しいかもしれないね。それはそうかもしれないね、はい、楽しくなかったらみんな出ないよね。そうですね。なんかこう、うん、漠然とやりよったところからちょっと考えるようになったから、まあまあまあいいことかなって思うんですけどね。まあと20日後ぐらいですかね大会ってね。早いですね。それが済んだらどうすんの。それが済んだらすか、うん、特別今何も考えてない。そうだね、何も考える必要はないね、はい、そこから考えればいいことやけんね、はい、なるほどね。みんな楽しいやろねやっぱりね。やっぱまあワクワクはあるはずやとは思うんですけどね。だから出るんやろね、はい、俺は出るけどね。楽しいといえば楽しいかもしれないね。それ教えてもらった気がするね。あ、本当ですか。きつくないいや今別に人と話す仕事してますけど、特別まだだるいなって感じはせんから、まだまだ落とせるんやろうな食事の量はとか思ったりはしようすけど。みんな楽しいんやねやっぱりね。まあ、まあ楽しいから出るんやろねみんなね、はい、ただそのなんか、まあ、これまた僕の知ったかだし勘違いですけど、まあ、いろいろ、まあ、YouTube なり本なり今あるじゃないですか情報が、で見たら結構、まあ、そのカットなりなんなりってみんな出てる人って出るわけやけど、うん、まあ、なんかそこまで絞りは出るもんやと思っとったんですよ、うん、けどやっぱそんなんてやっぱある程度筋量ないと出ないんやないっていうのは結構学びやったっす。もうそれは大正解やね、はい、まあ、でもカットが出やすい人っているけどね。痩せててカットが出てる人いるからね、はい、サイズはなくてですね、体質的なものもあるんですよね。ああ、なるほどですね。でも筋量があれば大概の人出るよね、はい、だから筋量がなくても出る人は出るよね。あのホルモンの関係やけんね、体脂肪が薄い人いるもんね。そういう人がやれば、筋トレやればものすごく良くなるけどね、でかくなりにくいけど、はいはいはい、それはまあね、まあでもそういう絞ったから分かったことやしね。そうですね、まあ、みんな出ると思ってるんよね。いや、やっぱ人間だからみんな出るもんやろうなぐらい考えてたんですけど、まあ甘いっすねそういうところ、まあ、極限まで絞れば出るかもしれないけど、極限まで絞れるかどうかが体質かもしれないね、はい、体脂肪が薄い人っているんよね。ああ、まあ元々ですね。だからあ、声出て分かるけど、人を見てからこの人大体分かるよね、うんうん、この人どれぐらいの体脂肪かなって言って、腕力の場合絞れるって分かってたけんね。そうですね、絞れない人も実際いるんけんね。まあ絞れたと思ってもあのうっすら脂肪が残る人もいるからね、はい、これあれですよ、ボクサーがいるじゃないですか、はいはいはい、プロボクサーで減量がきついとか言ってもあんま絞れてない人がいるじゃないですか、うん、バリバリの人もいるけど絞れてない人もいるんですよね。でこの人は あんま絞ってないのかなと思ったら減量がきついと、ものすごくきついとか言ってあったから人もいるから、そんな辺が分かってくるよね、うん、この人の体質的なものっていうのがですね、まあ、それが分かる、まあ、みんな大会出てる人は分かってると思うけどね。そうですね、うん、だからカットが厳しい人って体質的なものもあるからですね。だからみんなこう食事をいろいろ考えたりして、まあ、いかにその残すか減らすかとか考えるんやろうなっていうのはまあちょっと学びやったんですね。筋量があればやっぱり絞れば絞るほど出やすいな、出やすいからですね、はい、その辺のことが分かるとですね、まあ、野球に詳しくなるとかゴルフに詳しくなるようなもんだからですね、
体作りに詳しくなるっていうことはやっぱ大会出たが一番ですよね。そうですね。まあ、そういう出ずになんか飾っとってもしょうがない部分ないですか、うん、でそれが語れるよね今度からね。まあちょっとだけですけどね。いやいやそれは語れるよね少しはね。で出ない人に比べたら、ね、出ない人に比べたらですね。今いろんな人がいるからですね、はい、大きくなるんですよ筋トレって、はいはい、やっていけば。だから今回出たことによって続けていけばでかくなり方が良くなると思いますよ。ああなるほどですね。あの筋トレやれば大きくなるんですよ。ただカットが出るかどうかまた話は別であって、はい、あとは形ですよね、うん、そんなものもあるしですね、まあ、でもだいぶ良くなったよね。まあちょっとなんか出し方とかも少しはこれで分かったかな。筋肉を3割ぐらいでかくしたら相当いいよね。そうですねそれがなかなか短時間にはでかくならないけどね。ならないですね。そこには時間かかるからですね。まあじゃあちょっとまたアップさせてもらいますんで、はい、時間取るときまた良くなってるんでしょうね。良くなってるといいですね。まあぜひ頑張ってください。ありがとうございます。